江戸の六浄水は、江戸時代に江戸市中へ水を供給するために改作された6つの主要な浄水道の総称。江戸の都市拡大に伴って増大した水需要への対応は、江戸幕府にとって急務であった。しかし、特に城下の東南側の低地は、湿地帯を埋め立て作られた土地であり、井戸を掘っても海水が混じり、よしは得られなかったため、 上水道の建設は必須となっていた。上水の建設は、徳川家康が関東へ封じられた1590年の小石川上水改作から始まり、玉川上水の完成を経て、さらに1657年の大化後、江戸市中の拡大によって、4上水が加わり、計6つの上水道が存在した。これを、江戸の6上水と言った。しかし、 江戸時代を通じて使用されたのは、神田上水と玉川上水の両上水に限られ、他の4浄水は、1722年に突如一斉に廃止された。廃止の理由は、中高よりかかりそうろうことあり、本所浄水のみことに水も不参考こと付け足しされている。本所浄水については、以前から水量不足についての指摘がなされていたが、 他の三条水については、詳しい理由がない。この四条水の廃止は、受学者の室久葬が、幕府に上進したためとされている。この権義については、室久葬の意見書を修正した、喧嘩録によって、内容を伺い知ることができる。江戸火災の儀につけ、水道の義猿上皇どころ、ついて、所存化猿上宗、ヒアオグレコにつけ、ながら、恐れ食いの趣いき猿上皇。 1. 1当地火災につけ、非禁火暴等の儀。だんだん非行高徳とも、今も難儀に及び抗議は、筆風古女子の餃子高、王風の自分出荷思想老手は、なかなか人力には難及び法あり高、若王風の日に、出会い高徳は、必ず大化にまかり向か制る高。1. 千年老人ともためる儀期総老手、明暦自分より前は、当地台風武器総老手も、 風重く、風に、力言うの候、その小物に当たり工事は、今より、今日、大木人家など吹き倒し高徳とも、風はきふさるゆえ、ただいまの夜ふにゴミなど吹き立つ、新吉は、無の、火災もただいまのように節々無の候、明暦以後、風軽くうわつき、まして大冬の部分は、空も見えふさる様にゴミを吹き立つさる候、その上火災も、たびたび言うのよし、 物語いたしこ一、牛米中左衛門長崎奉行の自分、江戸水道で来校につけ、長崎にも水道猿付け校。その自分当人長崎へ参り、税を受けたまわりて猿校は、朝夕水の手寄せには一段良きことに奏来とも、このご出家たびたび火遊の僧侶高鎮もこの通り水道遊の校所に、たびたび火災出来校胸猿校よし、千年賞猿校。 その子を当人猿ごとく、長崎たびたび火災優の子を。なぜに水道につけ、火災優の子をと、新吉は、なんとも、不祥地に行。佐渡も当人、女子猿行につけ、右老人とも猿儀、公明歴前後の相侶をもって引き合い騒動であい、考え公徳は、なるほど左うにか優の義と、笹ぐあり子水道は、明歴年中候、歴史騒動。 その後水の手寄せよくこうゆえ、片型水道をつけ去るこう。ただいま江戸中、地下破棄を売り去るごとく、十王十文字に水どういう、水道流の危機、かさまにてはことごと口脈を絶好ゆえ、地気分裂しそうろうて、集さるさ様無のこう。風は創子にも大塊の秋と、キと、猿そうろうて、空には吹き猿るこうとくとも、元来大地の域に手地より、生さるこう、さところに地気か、ように、 中居にまかり向かせい総老手、下に、こうさる力なのこうにつけ、近年台風と、猿高徳は、必ず競争にうわつき猿高ゆえ、そのまま火を誘い、火も強風に乗して盛んに曲かり向かせ十兆二十兆の、外へも飛べ猿ごとに、ご座高。夫のみならす、土は水気を含む総老手、常に、うるうひ猿高所に、地中に水流総老手は、総様の土のうるう。 日きと水道へ抜け去る行。是道起礎官の通りにて、御座行。そのことに、ウルームの彼からし騒楼。その中よりなし去る風にて、こうゆえ、風もこと外から騒て手乱尾を催し様に、ささぐあり行。一、先日本女筋水道破損以後、火災無の儀して、ささぐ承知行。渡る日頃考えをもむきと、不合し騒楼様に、ささぐあり行。 一、右の通に、魚座高徳は、水道は、海進旅物に魚座総来とも、道奉行と、最寄り砂上公かきつけ通に、魚座高。ただいま、富山潰し新吉は、聖火焚き地笹具あり高その上当地の地形、東南は、低岸地にて、数上堀総老手も水沈管総老手、大分の増作にて、巨人の力難及び、魚座高。もちろん早にても、 火災ゆの高徳とも、第一冬の末よりき二月時分まで北風激しく、高寒五条より、北の方小石川菅茂県の水道を、先改進旅物に、御座港。夫も、東南の市地へ通り行水道一筋をわ残地、その外脇へ取り去る行水道を風山舞行様にし、河前、捧ぐあり行。ただいま、水かかり、腐るところどころよほど言の行。何とぞ、 江戸半分ほども所々水道開口、しかも風の予す変わり、火災薄くかまかりむか星様に捧ぐありこう。要すると、浄水の存在が市中の大火災の原因になっている、との説である。しかし、江戸時代を通じて、江戸の町は何度も大火に見舞われたが、浄水が火災の原因には到底なり得ず根拠のない意見書である。この時期は、 第八代将軍の徳川吉宗が主導した教法の改革が行われており、幕府の財政難を解消するために積極的な神殿開発が進められていた。玉川上水は特に幕府直轄量が多かった武蔵野地方の神殿の用水路として分水が相次いで改作されており、そのため玉川上水の分水であった青山、三田、 千川の山上水の給水量が減少していた事実があったことが知られている。幕府は政策の断行のために事業を整理する必要があり、建前として根拠のない室路休の権威を持ち出したに過ぎないと考えられている。ありがとうございます。